ユンノリに用いるコマユンノリは、朝鮮半島に伝わるスゴロクのような遊戯。語儀は、ユってあり、起源は、付与の語分からとされる。サイコロの代わりに4本のユと呼ばれる木の棒を投げ、落ちた時のユの状態に応じてコマを進めていく。コマを合体させたりする戦略的要素がある。ユンノリに用いる棒4本のユを投げ、落ちた時の面の向きで、コマの進む数が決まる。 画像例では刻印のある面が、裏、平面が表。これは、原理的には、日本の周り将棋における金賞に類似する。チームは二つで、それぞれ四つの駒を使う。四つの駒を全部到着地点に送るチームが勝つ。湯、または、もが出ると、もう一回湯を投げる。湯は布団や、むしろ等の上に投げる。この時、布団の外の地に触れる棒がある場合、これを、 と言い、投げた湯は無効になって何もできなく、そのまま相手の順序になる。ただしこれは韓国でのルールで、北朝鮮にはこのルールはない。駒を動かすとき、進もうとするところに、相手の駒があるとその駒を捕まえる。そして、捕まれた相手の駒は、バンから追い出される。このように相手の駒を捕まえたときにももう一回湯を投げる。ただし、湯や、 もで捕まえた場合は投げられない自分の駒を動かすとき、進もうとするところに、自分の駒があるとその駒と合体する。これを、という、背負う駒の数の制限はない。相手に捕まえたときは、一緒に番から追い出され、合体した駒たちは解体される。現代の韓国ではユンのりをもっと楽しくするために一本の棒の表に印をしておいて、この棒一つだけ表が出たとき、 ツイットまたは、ペックトと言い,い、駒を一歩交代させることもある。このツイットで、相手の駒を捕まえた時にももう一回ユッを投げる。ユンノリに用いる、万南東の隅の地点が、到着地点である。ただし、駒がここに着くことで終わるのではなく、この地点に着いたまままた、ユッを投げて、駒が万の外へ行くことで到着が成立する。このように四つの駒が全員着くと勝利する。 だから、ここは、順当着地点だと言える。この、順当着地点の上の方向に従って、駒が前進する。駒の出発点はなく、湯、を投げて出た数の通りに順当着地点から、上の方向に数えた距離で駒を置く。例えば、との、場合駒は、順当着地点の真上、もの、場合駒は、北東の隅に置くことになる。番に、自分の駒がないとき、 ペクトが出た場合、何もできなく、そのまま相手の順序になる。しかし、ドが出て、順当着地点の真上にコマを置いて、後の順序でペクトが出た場合、このコマを一歩交代させて一気に順当着地点へ行くことができる。ありがとうございます。